はい、それではどうも、HAK ワールド HAK です。今日はこの GoPro Hero 3にこのレンズを取り付けて望遠仕様にしようというちょっと企みをやってみようと思います。まあなんでそんなことをするかというとね、あれなんですよ、ガンカメラ、サバゲーでね、撮影をしたくて、でそれでね、ガンカメラね、いっぱいあるんですけど、あ、いっぱいはないか、3つぐらいしかなくて、めちゃめちゃ高い、十何万ぐらいするやつと、あと、2、3万円で買えるやつの、あと一番安い、ランカムなんとか、ランカム2とか3とか4とか、なんかそういうやつがあって、それね、ランカムの一番新しいやつが、なんか望遠レンズじゃなくて、なんかドローンとかに乗っけて、やる魚眼タイプ、要は広角レンズ、なので、まあ、これも一緒なんですよ。アクションカメラなんで。なので、それじゃね、ちょっとね、使えないし、まあ、ランカム2の、一応望遠レンズついたやつ売ってるんですけど、なんか今ヤフオクでしか売ってなくて、しかも、なんかちょっとね、古いやつだし、まあ、これもね、新しくはないんだけど、まあ、いろいろね、ちょっと、思惑があって、これをね、ちょっと望遠仕様にしたいと思います。で早速ね、ちょっと開けてみようと思います。これが電池。でね、さっき見たんだけど、どこにもね、ネジがなくて、でね、ここにね、爪を入れるとね、なんかいけるんですよ。ああ、これ携帯の分解ツールがした。ちょっとね、こういう工具を使ってみようと思います。いるかな。多分この辺で開くんじゃないかな。あー、両面テープなんだ。なるほど。じゃあこの奥にちょっと両面テープを切っていって、もっと太いやつがいいね。この辺かな。お、やっぱり両面、おおとっと、ここクラスをね、ちょっとこの辺をしっかり外していこうかなと。あ、照明忘れてた。つなぎましょう。スイッチオン。よし。OK。では、ここまでは来ました。ここを、あ、ここも両面だね。ここも両面を切っていって。おー、マジか。なんか液晶が浮いてきたぞ。大丈夫？あー、なるほど。こうなってんだね。まあね、この GoPro 別に壊れても痛くも痒くもないので。おー、来たー。いきなり特殊ネジ来たよ。マジか。なんかね、外せる、なんかつけられるらしいんだよね。これ、お、なんか今外れたよ、ここ。おー、いけそう。なんかいけそう。さて、どんな大きさかな。この感じだとこれかな、これかな、これかな、かな。あら、大きすぎた。もう一個ちっちゃいやつ。これよりちっちゃいとなるとこの辺かな。お、ぴったり合いました。よいしょ。
よし、すっげえ。よっ。ってことはこれは後ろを押すと出てくるわけではなくて、おおおおおお、浮いてきた。結構精密な作りになってんね。でここ引っかかってるから多分ね、斜めにやると思うんだよね。ああ、けどきつい、結構。こうやると、端子が引っかかっちゃうんだよね。だからね、こうやって斜めに行くはずなんだけど、なんかね、うまくはず、ああ、やべ、はめちゃった。なんかね、うまく外れないっすね。ここまで行くんだよ。ああ、ダメだ。これは、ここに何か突っ込んで、浮かせながら引っ張るしかないのかな。あ、やっとも当たりっぽいぞ。よし、来た。うーい。はあ、なるほど。ここが、ここと当たって、ボタンだったり、マイクだったり、またボタンだったり。やべ。なんか折れたかも。いや。なるほど。ちょい分解はできましたね。ここがレンズ本体。あー、なんか結構不思議な感じだな。あー、レンズ本体はこのフレキを経由してここにくっついてるわけね。この下の基板がなんだかね、ちょっとよくわかんないけど。ああ、なるほど。カードリーダーライターだったり、あとここの外部モニターとかいろんなところにつながるため。ここはミキミキって、あー、なるほど。ここも下の基板と一緒になってるね。けどやっぱり外してアクセスしないとでもダメっぽい。よし、これで一旦は外れるはず。おお、外れたよ。おお、これやっぱり見て、固定されてんじゃん。ここを外してようやくアクセスできるわけだ。ふん、めっちゃこう硬い。こうなってる。
1、2、3、3箇所で止まってるね。センサーだな。すると、おお、来ました。来ました。問題の箇所までやってきましたよ。おお、抜けたじゃんね。ほら、さっき頑張ってペンチで回そうとしてたとこだ。これがね、すごいですよ、すごいですよ。ドライヤーでひたすら温めてたら、回った。ほら。回りました。あ、でででででで。おお、回った、回った。回るんだね。やってみるもんだね。おお。おお、すげえ。外れた。あははは。へえ。このネジロック材みたいなやつがもうがっつりくっついてたんだね。よし。では。これをね、ちょっと。こんな感じ。一回開けて中確認したんだけど。すげえんですよ、これが。めっちゃでかい。あとなんかね、この なんだっけ ?IR フィルター。これなんか入れなきゃいけないんだってよくわかんないんだけど。でかくない?これ。これ使うとね、6倍望遠ぐらいになるらしいんですよ。よいしょ。今気づいたんだけどさ、ネジの径は一緒なんだけど、こんな奥まで入らなくない?ほら、やっぱり。マジっすか。え、ちょっと待って。いや、無理だし。どないせいっちゅんど。マジか。いや、入らんし。しかも、ちょっと距離ありすぎるよ、これ。どうすんの?ここにつけんのかな?ここぴったりだよ、ほら。あ、そういうことかも。このハウジングは使わないで、そのまま突っ込み、言うてないですか、これ。にしたってちょっと距離ありすぎる気がするんだけど、ぴったりなんだよね、ここ。え、そういうことか、これ。なんかそんな感じ臭いですね。どうなんだろう。なんかね、終了だ。よっしゅっしゅっしゅー。はい、オッケー。よし。まあ、電源は入るでしょう。スイちゃん。よし。この、スカイスカウターっていうね、ドローンで操縦するのに買ったやつに、こいつがね、HDMI なんで、これちょっとね、接続して確認してみます。ちょっと、皆さんにはその様子を見せられないんだけど。よし、スイッチオン。あ、いけた!あー、わかった、わかった。これだ。これつけろってことっぽい。長さ全然足んなかった。おー、いけたかも。おーすげえ、めっちゃ望遠になった。やーはは、来たー、できた、できた。なんかね、奥まで行くとダメで、もうちょい手前、持ってくとピントがめっちゃ合う。あ、これ確かに6倍ぐらいある。来たー、できたぞー。よし。じゃあ、これ間なんかで埋めながら止めて、ちょうどね、これ芋ネジ仕様になってて、芋ネジ入ってなかったんだよな。これ。
いや、ちょっと入れた状態と入れてない状態両方をちょっと比較してみますか。目視確認になって、よいしょ、多分ね、ここに入れてこうやって OK。 なんかね、やっぱあった方がどうもいいっぽい。なんかね、少しだけ違う映りが。まあいいや。じゃあちょっとこのセロハンテープを、これじゃ飛び出るな。ちょっと切って、何巻きぐらいいこうかな。違うな、向こう側のハウジング側の裏につけたいんだけどね。よし、OK。 これちょっと切って、よいしょ、OK。 よし、これでどうだろう。あ、めっちゃちょうどいいかも。よし、ちょっと少しずつ、これちょうどいいかも。よし、これね、やっぱね、あれだ、現地、その日にガンの上につけて確認しないとダメかも。まあいいや、ちょうどね、いい感じになったので、動かない、ちょっとじゃ。なので、これちょっとガシャガシャ動かしながら、ちょっとガンカメラとして、どうも使えそうなので、これで採用で。よし、できました。これで撮った映像は、またちょっと、データができたらまた一緒にくっつけたいと思います。では、このインプレもまた、使用感とインプレ、まあ使用感、インプレもまたちょっとレビューしていこうと思うんで、またご視聴の方よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。どうも、今回からちょっとエンディングをね、作って入れてみました。久々にね、サバゲー復活したくて、鉄砲を買っては見たんですけど、使う前からね、バラしたり改造したりしてるうちにね、いろんな YouTuber の、サバゲー系の YouTuber 見ていて、で、ガンカメラにちょっと興味湧いちゃって、で、買おうと思ったんですけど、ここら辺通販じゃ欲しいやつ売ってなくて、で、調べるうちに自分でね、望遠レンズをつけちゃえばいいじゃんってことが分かって、今回 GoPro のカスタムすることとなりました。まあ、使用感などね、実践投入したらまた報告したいと思いますんで、はい。あと、それと、ドローンバイク、修理とか、あと IT 技術とかガジェットなど、いろんなことをちょっとやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、あと、面白かったらいいねボタンよろしくお願いします。